立憲民主党の西村ちなみ衆院議員は代表選挙の出馬に必要な20人の推薦人のめどが立ったとして、正式に出馬を表明しました。推薦人20人を確保することができる。その目処が立ったと。西村氏は民主党政権時に厚生労働、副大臣などを務めた。中堅議員で。 困難に直面する人を助けるため党の先頭に立って頑張りたいと決意を述べました代表選挙にはこれまでに泉健太政調会長と大阪政治前政調会長が出馬を表明していて女性の出馬表明は西村氏が初めてです代表選はこの3人の争いが軸となる見通しです